どうもイチです。どうもアンソニーです。ついてくるね、すごいね。今めちゃめちゃ急に俺言ったんだけど、すぐしようピューンって感じよ。最近これはねやめました。そうですね、編集が大変ということで怒られました、はい、やっていきましょう。ドラゴンボールレジェンズ今日は、スーパーソウルで、強化に必要な素材ですね、はい、アイテム、うん、これ結構みんなね、集められないというか、そうですね、足りなくて困ってる方も多いんじゃないかなと。マジで落ちないもんな。実際僕らもまあ困ってるぞと、うん、いうことでちょっと、比較的落ちやすいクエストだったりとか、うん、落ちるクエストっていうのをちょっとね一つ一つご紹介していきたいと思うので、はい、早速見ていきましょう。はい、というわけで僕は今からここにあるカンペをねもうまんま読んでいきます、はい、ちょっと僕が、サイトと一緒にちょっと調べてきたんで、うん、属性順に説明していきましょう、はい、まず赤属性から、星1のスーパーソウルが落ちるクエストは、一部の4章1話と7章2話ですね。で、4章1話に関しては、スーパーソウル星2も同時に落ちるクエストになってるんで、うん、そっちを回していただければいいのかなと。今回のアップデートで ですね7章が入ったので、うん、今まではね4章の1話だけだったのがです、ね、7章の2話で落ちると。はい、確率的には7章2話の方が上になるのかな。どうなんだろうな。いや多分上だと思いますよ、まあそうね、難しいにつれて上がってるっていう、うんうん、イメージがあります。星1だけ欲しいんであれば7章2を回した方がいいかもしれないですね、うん、はい、はい、続いてスーパーソウルレッドの星2は、うん、4章1話、さっき言った通り、はい、ともう一個5章の5話、うん、でも落ちるぞと。4章1話はさっき言った通りスーパーソウル星1の方も同時に落ちるので、うん、どっちも集めたい方は4章1話で、5章の5話に関してはライジングソウル2の素材も、同時に落ちやすくなっているので、そっちも集めたいよって方は5章の5話を回っていただければいいのかなと。これ同時に落ちるからって1章の4の1、うん、結構行ってる人多いと思うんですけど、はいはいはい、なかなか落ちんからもう別々で行った方がいいんじゃないか説が僕浮上してます。なるほどね、はい、そこもまあちょっと、任せますけどね、うん、運が良ければ1と2が一気に落ちるってこともあるんで、はい、そこを狙ってね、うん、ですね、はい、スキップチケット使うか使わないかでね、変わるかもしれない、ね、そこはマジで変わってくる、はい、そんな感じになってます。続いて青属性いきましょう、はいはい、青属性は、星1は、4章2話と、5章の6話の2つで落ちるぞと。で4章2話に関しては、先ほどと同様にスーパーソウルの星2も同時に落ちる、うん、でここはご飯1体だけのクエストなんですよね、うんうんうん、なんで簡単にね倒しやすく周回はしやすい場所なのかなと思いますと、うん、で、もう1個5章6話に関してもライジングソウルが、同時に落ちやすくなっているので、そっちを一緒に集めたい方は5章6話かなと、うん、続いて星2ブルーの星2ですね、はい、これは4章2話さっき言ったところとあと6章の5話6章の8話と7章の6話これが新たに追加されたクエストですね、うん、で7章6話は、フードの男1体だけになっているのででも強いですけどね、そうちょっと強いんだけど、だからそこもうん、だから経験値も一緒に稼ぐならそうだね行きたいけど、結局スキップチケット使うとかなら、うん、別になんか別に関係ない違うとこでもいいのかなっていうのがありますよね。だからフードの男のね攻撃を見たいよとかモーションこいつ通常攻撃結構かっこいいんだよね、うん、とかを見たかったりとか、単純に腕試ししたいぞとか、あと一応さっきちょっと僕がやったら2622経験値もらえたんですよ、うん、なんで7章6話ね、うん、だからそこレベル上げも含め一緒にやっていただくってのもいいのかもしれないですね。なるほど、はい、どんどんいきましょう、はい、続いて緑属性、緑に関しては星1スーパーソウルの星1は4章の3話と、5章の4話で落ちるようになってますと。これはうちのアップメディアの記事の方でも検証してるんですけども、5章の4話の方が比較的ドロ率がいいということなので、うん、星1集めたい場合には5章の4話を周回していただくのがおすすめでございますと、はい、続いてスーパーソウル星2に関しては、5章の8話と6章の9話で落ちるようになっています。5章の8話は敵がラディッツ1体だけなんですね、うん、だからある程度ねキャラが強くて育ってる場合にはもう周回が非常にしやすくなってるぞという場所でございます。で6章の9話に関しては修行の牛乳瓶
も同時に落ちやすい場所になっているので、うん、まあ、牛乳瓶強いですからね。牛乳瓶結構もらえるからね。それも一緒に集めて、まあ、経験値も上げていきたいぞっていう方は6勝9羽を回っていただければいいのかなと思います、うん、どんどんいきましょう。続いて、はい、黄色属性、こちらは星1、今のところねあるのが4勝の7羽のみになってます、うん、星1に関してね。だからまあ星1欲しい方はそこを回っていただくのがいいです。黄色だけなんですね。黄色はそう、星1は、まあ、赤もそうだったけど、うん、今回7勝がね追加されたってことでですね。なるほど、はい。で黄色の星2に関しては、ここ結構多くて4勝の9羽と5勝の1羽と7勝の5羽7勝の8羽が新たに追加されてると、うん、7章の8話に関してはあの一番最後のクエストですね。あの悟空だけのやつ、悟空一体だけ。なるほど。あの修行しようぜっていうストーリーとかですね。あそこも確か悟空800レベルとかなんで。でもフードの男なんか強いですよね正直。あのそう、黒属性のフードの男は結構強くて、マジで強い。あれダメージがおかしいですもん。さっき言ったあのフードの男、青のそう星2の7の6あれはあの 30% 減らす方のクエストなんで、うん、ああなるほどね。そうそうそう、7の7が確かフードのとこ全部倒せるんですね、うんうん、そっちが結構ね苦戦してる方も多いかもしれないですけど、そうですね、うん、まあ、シャロット育ってる方はそっち回っていただくのも、うん、そうですね、早いかもしれないです、ね、確かに。で、黄色星2はこれもあのうちのサイトの方で検証済みでして、はい、今のところ多分5章の1話がまあ比較的落ちやすいのかなと、うん、なるほど。ただちょっと7章追加されてるんでそっちもどうなのかなって感じですね、まあ、こう見るとやっぱだから難しいにつれて落ちる確率ってのは上がってるのかなって思うので、うん、まあ、ですね。もしかしたら7、8が一番落ちやすいのかも、うん、ですね。あの800レベルの悟空をもう全然余裕ですよって方はそっち回っていただく方がいいかもしれない、うん。まあ、CP 戦はね、うん、CP 優先、うん、まあ、結局ライジングソロ当てるときは、まあ、ライジングラッシュ、うん、当てるときは勝てるんでですね。あと単純に敵一体のとこってマジ簡単で、うん、1回避けちゃったら前で避けられないから、そうそうそう、別に食らってもその後もうひたすらフルで使えば全部当たるっていうのが確定してるからね。まあそんな感じだったんですと、うん、レベルが上の方っていうか、そうですね、難しい方が落ちるかもしれないので、うん、そこはご了承っていうか、はい、なんていうんですか、ご理解いただいて、はい、ご了承は別にね、そうですね、ご了承はいらなかった、了承は別に大丈夫ですけども、はい、はい、最後、紫属性ですね。これが、星1が、4勝6羽と5勝の3羽と6勝3羽と新しく7勝の1羽が追加されていると。結構ね紫こうやって見ると落ちるとこ多くて、うん、で一応4勝6羽に関しては、スーパーソウル、紫のスーパーソウルの2も同時に落ちる場所になっているので、まあ、その確率に関してはね、さっき言ってきた通り、まあ、ちょっとわからないんですけども、うん、一応どっちも欲しいよって方はそこ回っていただいてもいいのかなと、うん、まあ、ただ7勝1羽が今のところ一番上の難易度になっているんで、そこがやっぱり落ちやすいのかなという感じですね、うん。で紫のスーパーソウル星2に関しては4勝6羽、5勝3羽、6勝の6羽の3つですね。で4勝6羽がスーパーソウルの1、まあ、さっき言った通りも同時に落ちるぞと。なるほど。あ、でごめんなさい、5勝3羽に関してもスーパーソウル1同時に落ちます。で、あと6勝6羽これが敵ザッハだけなんですよ、うん、であとここが結構貴重でザッハめっちゃ弱いの200レベルぐらいとかだった気がするんだけど、うん、1体だけでライジングソウルの3、紫のライジングソウルの3がねめちゃめちゃ落ちます。ここはなるほど、めちゃめちゃ集められるので、うん、今のうちに集めておきたいよって方は周回も簡単なんで6勝の6言っていただいてもいいんですけど、僕がここさっきベジータをちょっともう上に上げたくてアデプトにしたくてやってたら6の6だと全然落ちなくて、うん、5の3いったんですよ。したら2連続で落ちました。いいやば。だから5章の3話はあでもごめん星2が落ちてその後星1が落ちたんですよ、うんうん、2、1ってどっちも落ちる場所なんで5章の3話紫のスーパーソウルに関しては5章の3話はさっきやってみたちょっとやってみた体感ですけど非常におすすめですね。なるほど、はい。確かに同時に出るって全部4勝系でしたけど紫だけ5も出るんですね。おなるほど、うん、だから数字に強い。そうクモン言ってたから、うん、クモン行くもんとじゃあね俺がね、うん、
ちょっと行きたい、あてか、まあ、検証ね、まあ、もちろんみんなね、検証しろ、何やってんだと、喋ってただけじゃねえか、お前らと。なんやねん、この動画って、うん。思ってるだろうから、うん、証明しろって、思ってると思いますから、間違いない。じゃあ、僕が体張って、やりますよ。行ってくれ、どこっすか、何が欲しいっすか。赤。赤ね。赤お願いしてもよろしいですか。かしこまりました。赤いただきました。赤のスーパーソウル2があと2個足りないんですね。2ですね。はい。かしこまりました。そしたら、4章1話か5章の5話ですね。じゃあ5の5かな。5の5かな。5の5いった方がいい。5の5いったら落ちるわ今。5の5いきます。うん、5の5 なるほどね。天然マンが2体とナッパ。はい。もうこんな知ってました、こいつ名前天然マンっていう。天然マンっていうの。そう、本当に言ってる。本当です。本当に天然マン。これ天然マンなんだ、はい、サイバーマンではないんだ。ない。あれ全部名前あるんですよ。ガチで言ってる、はい、どうやって見たの。まあそれはね、僕の個人チャンネルで動画にしようと思って。うまいな。宣伝がうまいですね。はい、じゃあやっていきますよ。はい、言ってくれ。はい、じゃあまあ適当にね。もうだからこの3体しかレベル上がんないんで、この600止まりのやつらが。なるほどね。600止まりのやつら別パーティーにした方がいいよ。そうなんですよ。俺今エクストリームのやつら4体ぐらい引き連れてやってるもん。俺もエクストリーム一生触んない予定なんで。スパーキング出たら引き続ける男なんで。なるほどね。はい、行きましょう行きましょう。ちなみにアンソニー、今日のあのボーナスバトルまだやってないでしょ。やってない。俺もやってない。やばい。上げられるやついないんだ。てかもう600止まりが3体いるじゃないですか今、うん、パーティーに、うん、行く気失せて。そう、もったいないどんどん離れていくから。でもこれマストだから出席取られるから、ね、そう、出席取られるの、給料減るんだよね。ただ働くと一緒だ。さあ天然マンに元気玉を打ち込んでいく。あ、ゲームオリジナルキャラだね。天然マンのくせにバカほどダメージ出してくれ。じゃあそのブーストがね、うん、そのなんていうんですか、この追い打ち攻撃、これ、はいはいはい、これがカードも体力も増えなくなったからですね。そうなんですよね。むしろまあでもよくよく考えたらアップデ前マジでもう無双だったよ。確かに一方的、ずっと俺のターンができたから。そう。減り方やべえ。はいはい。じゃあ落ちるでしょう。スーパーソル2が落ちるということで、はい、確定なんですもんね。確定でございます。はい、じゃあいただきます。落ちにゃん。まああくまでね、確率ということで落ちやすい、ね、そういうことでございます。落ちやすいということでね、はい。ぜひ皆さん参考にしてみてください。まあ落ちるまでねやれっていうのはね、そういうことです。まあもう見てる人画面前で言ってると思うんですけど。今、うん、今ね、え、お前ら落ちるまでやらんのみたいな。今なんか締めに入ってるやん。まあでもそういう世界ですから。そういう世界でございます。落ちやすい場所っていうだけで、うん、絶対落ちるなんてね、うん、一言も言ってない。てかもう今現実突きつけたぐらいありますから。そういうこと。てか皆さんが一番知ってると思いますよ、この厳しさは。そういうことよ。すでにそういうことなんです。まあでもこの表をね、うん、なんていうんですか、参考にして、はい、一番落ちやすいところに常に挑んでくださいという、うん、ですね。少しでも参考になれば、はい、と思います。お手伝いでございます。はい、というわけで、はい、いいと思っていただけた方はチャンネル登録高評価の方も、それやべえな最近、チャンネル登録高評価の方も合わせてよろしくお願いいたします。はい、僕の動画の方もよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。まだ、バイバイ。